いやー、アンダーアーマーの新品を着た瞬間に鳥の糞を落とされて汚れた男、竹虎です。あー、何もないですが、高見です。あー、じゃあここに落とされました、高見さん。いやいやいや、どんなタイミングや。本日はですね、はい、アンダーアーマーベースボールハウス川崎久慈店に来ました。おー、バス線が併設されてるところですね。素晴らしい。僕ら初めてですよ。ということで、聞いた話によるとですね、グローブやら、ウェアやら、シューズも新しくなったということで。おー、いいですね。最速で僕ら行ったろうかなというところで。おー、見たい見たい見たい。というかもう見えてます、高見さん。僕らが着てるやつね、今日全部見ていきましょう。はい、早速行きましょう。今回は2021年最新モデルのアンダーアーマーグッズがあると聞きまして、我々国吉 TV が最速潜入しようということでベースボールハウスに来ました。 YouTube 初公開のギアバンバン出てきます。このように中に入ると吉田正尚選手が2人いました。いや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 、いや一緒だけどね、このウェアとね、全部ね。どっちが正尚さんでしょうか。それはもう決まってるでしょ。びっくりしたんですけど、今全部一緒でした。いやでも見てくださいよこれ。え、すごいっすよ全体。いやすごいすごいすごい。いやおしゃれ。うん、そうそう、この正尚さんの横にあるこれ、はいはい、これね、これが最新のウェアでございます。おお。で今履いてるんですけど、うん、軽い。着心地が、まあ、ここキュッとしたやつめちゃかっこいいっていう、なんか最新のトレンドも取り入れてるという。着心地いいね。着心地めちゃくちゃいい。もう着てる感じしないですもんね。 いやこれ嬉しいですよ。 DNS 50% オフ。 50% オフいいですね。いい、高校の時 DNS ばっか飲んでて。あ、そうなんや。はい、ダルビッシュさんが当時からそのプロテインの情報を発信してたんで、それだけ真似したろうかなって思ったんですけど、うん、僕の当時の小遣いだとなんかちょっとしか買えなくて半端になりました。じゃあこれ 50% はでかいね。 50% でかい。うん、ヘッドホンもあるという。ヘッドホンヘッドホン、アンダーアーマーのヘッドホン。いや、いいね、バッグね。いいですね。だからこういうのとかだと汚れも落ちやすいし。確かに草野球場結構土がね。そう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 、そう多いから、風も強いからね、砂ぼこりがすぐね。これとかもいいな。アンダーアーマーの好きなところがシンプルで、なんか男の強みを表現してるみたいな。あー、わかる。わかります。わかる。うわー、おしゃれ。いやこういうの知ってます？ラチェット&クランク。何それ。え、知らないですか？ラチェット&ラチェクラン出てきそうな感じしません？何ラチェクラン。あ、知らない。知らない。あ、わかります。何。いや、とにかくまあおしゃれということを伝えたかったです。おー、どうした。おーこの全体すごい、心躍る。あ、これこれですよ。え、何これ最新カラー。あ、最新限定カラーですね。2021年限定カラーなんですけども、このグローブが、うん、なんかチェンジザカモ、チェンジザカモっていうカラーのテーマがあるらしくて、はい、スイング、力強さ、スピード、これを表しているそうです。あ、はい、この模様がね、なんかこう炭治郎のあの何ですか、リュール前でしたっけ。はい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 、ああいう感じを際立たせるこのスイングのスピード。なるほど。力強さ、あ、スピードか。確かに刀を振り下ろしたって感じ。こいつ今時のその炭治郎のなんかテイストも入れながらも、うん、おしゃれな感じでまとめているこのアンダーアーマーのデザイナーお会いしたいですね。いや、ありがとうございます。金子投手とかも練習用で結構使うじゃないですか、うん、いろんな金子さんすごいね、あのデザインっていうかおしゃれだからね。練習用にね、草野球のピッチャーでもこういうの欲しいですね。もう練習用ででもこれ贅沢だな。贅沢ですけども、去年が、あ、そう、これですね。お、あ、去年こっち、去年がこのちょっと革がエナメル質みたいな。確かにちょっと革質違うね、はい、去年と。かっこいいグローブですけども、これもかっこいいやん。これかっこいいな。メタルギアソリッドをなんか思い出させますね。あ、わかる。メタルギア知ってました。わかる。あ、それはわかるんですね。あ、それはて、どうですか、タムさんも見ますか、ガイアシオグローブ。ガイアシオちょっとここら辺が新しいカラーらしくて、おしゃれなこのさ、はい、このさ、マークのちょっとずれ。あ、ほんとだ。前のはさ、ほら、これ下のやつは前のやつだ。あ、これね。そう、普通はここにさ、マークがついてるの。はい、はい、このちょっとずらしてる感じ。あー、おしゃれ。最近流行ってるんですか、これ。これなんか流行ってる流行ってる。ちょっと主流になってきてる。ちょっとずらし気味なんですかね。そうそうそう。あの服でもこういう、今センターですけど、うん、あの、こう斜めにあるね、あるチャックもあるじゃないですか、ね、なんかこう斜めにして斬新なね、デザイン最近流行ってるんだな。しかもさ、デザインもかっこよければさ、はい、グローブのこの仕様もいいよね。いや、なんかこうさ、全体的にすごいこう広くない、こう平っていうか、こうあって、はいはいはい、なんか補給がすごいしっかりしやすい感じがあるよね。
そっか、高見さんいろんなグローブ使ってきたから分かるんですよね、うん、あ、ちょっといいですか高見さん。何ですか。ちょ、僕触りたいグローブがあって。あ、なになに、はい、これん、おお、あ、なんかあれじゃん、トラが好きそうな色してるじゃん。これ見てください、 CK って書いてあるじゃないですか、うん、CK 金子千尋投手ということなんですけども。おお、そうなんですね。これが新しいやつで、このまず見てほしいのがウェブ、うん、ウェブ、お、これくり抜きアンダーアーマー初でございます。あ、そうなんだ、はい、ヌバックみたい。そう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 、ヌバックのこのくり抜きがアンダーアーマー初めて、プラスこれとちょっと見比べてほしいんですよ。まずこれ、はいはい、これ普通のウェブがあるんですけど、うんうんうん、これね、おしゃれなところがね、この、うん、これちょっとこう、あ、長いんですよね。なるほどね、こう斜めにデザインしてらっしゃる。あ、ちょっと本来ならここで終わるものが、そう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 、伸びてんのね。伸びてるんですよ。あ、軽い軽い軽い、真似なのかな似てはないけど何だろう、この広いのか、なんかさ、必要なとこだけ広いって感じ。ほんとだ、なんか他は小さく感じるんだけど、はい、取るところだけはしっかりありますよっていう、握り返しやすそうな、はあ、感じはするね。あ、ただ深いグローブだと握り替えが大変だけど、うん、それを広くしてるから、そう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 、握り替えしやすいんですよね、うん、これですよ、これ。うわー、それかー、これかっこいいな、ね、クッション性がすごいよね。クッション性、今入った僕らでしか分かんないですけど、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、僕の中では表現はぷよぷよ。俺はね、バームクーヘンかな。バームクーヘン、うん、どういうことですか。え、バームクーヘンってこうさ、何層にもなってるじゃん、はい、で、こうなんか分厚くてこうニュンニュンニュンみたいな。あ、なるほど、うん、ちょっと美味しそうだし。あ、美味しそう。うん。あ、もう本当だ。あの層になってる、本当に。ほら、バームクーヘンじゃん。バームクーヘンって分かりにくいっすよ。嘘。いや、だったらまだ地層。地層。地層じゃん。やっぱりこうなんかこう何層にもなってるみたいな。それで大きな山とか崖ができて歴史を感じるみたいなあるじゃないですか。人間って原始時代からこう地面と喧嘩し合ってきたじゃないですか。その仲裁となるこのクッション、うん、これが地球と人間を仲良くさせるっていうことですよね。哲学すごいな。はい、玉さん、はい、次バス船に行く、ね、ということで。まさかね、ショップの隣にバス船があるとは思わなかったおー、ナイスバッティング。面白い。おーい、これ下に打ってる感覚どうすか。なんかね、お、惜しい、超違和感違和感わー、気持ち悪い。ホームランみたいな。ホームランありますからね。惜しい惜しい。わー、ナイスバッティング。惜しい。おー、ナイスバッティング。おー、いいね。あー、惜しい。あー、惜しい。おい、あー、まあ、いい練習だなと思ったことがあって。何？なんかバス戦前行った時に、うん、まず左で僕打つじゃないですか、うん、当てることがゴールって思ってたんですよ、うん、的に当てるってことをゴールにしたら当てることが当たり前になるから意識がなんか上がりました、はい。あー、なるほどね。そもそも当てなきゃね。だからなんかいい意識の変え方の練習だなと。ああ、まあ狙うっていう、そのバットコントロールっていう意味ではね、はい、結構レベル高いことやってるからね、はい、いやー、欲しくなっちゃったな。でもう一回行きましょう。うん、あの奥さんに連絡してね。そうだね、はい、まずはそこからが戦いだから。そこからで、うん、バス戦打った後に本来であればあそこにプロテイン飲みますので、ね、本当ですよ。それめっちゃ嬉しい。いやー、本当にまた来ましょう。いや、来る来る。で、ちょっとホームラン当てれなかったんで次回頑張りましょう。ということで本日の動画は以上になります。はい、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。